はい、皆さんこんばんは。今回はね、前回に引き続きナイトエディングやっていきたいと思います。じゃん、シオスデイギヨウズリの3号赤下ですね、パープル。今ね、タイミング的に満潮からの下げ始めのタイミングですね。9時前ぐらいかな。前回ね、ユーマ詰めちっちゃいの1杯だけやったからね、サイズ出なくても数をいきたいですね。秋はやっぱり数なんでね。それではやっていきたいと思います。1投目ですね。ベイトがバジャバジャしてる。アジやろうね。アジングしたいね、こんな。じゃあ後でアジングしましょう。とりあえずイカいっぱい釣れたらアジングしますね。まあ、今ねナイトエギング中ですけど、ナイトエギングでもね、ここは上映灯がいっぱいあって明るいんですよ。入ってるポイントもね、ユーマ詰め見たらめちゃめちゃ人多かったんですよ、この辺の漁港なんで。釣れてるは釣れてると思うんですよね、アオリイカ。どうやって抱かせるかみたいな。塩だけじゃなくてね、やっぱりちょっといろいろ考えないとね。湾内の湾内なんですよね。塩がね、一番当たるポイントって言えば当たるんですよね。入ってきた塩が、見えるかな、電気ついてるでしょ、あそこ堤防なんですけど、あの堤防に塩が当たるっていうね。釣り人一人来ましたね。潮の動き出しと同時にみんなやっぱり狙ってきますね。来たよ。スロータイプでしたね。もう曲がるよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。スロータイプです。まあ、すごい。ちょっと早めにリリースしましょうね。これ、スロー。釣り人が今もう多くなっちゃったんで、小声になっております。いや、釣れましたね。いや、スローがいいんかな。もうだいぶスレトンかもしれないですね。ゆっくり見せてやるのがいいのかも。もうボトム付近やったっすもんね、大体の今。叩かれまくってる海はこれちょっと変えてやんないとダメみたい。フォームみたい。チューブですね。あ、もうイカ釣ったけんアジングよかでしょうか。はい、よかった。今の気持ちよかったね。気持ちがいい。よきか。はい、来ましたよ。アキイカサイズロングキャストのスロー用釣り、はい、やりました。スロータイプ使っていってます。もう全部これ今日なんやろね、スレトンかな。謎、続けてやっていきます。謎やな。なんか秋はさ、ダートさせてスイッチ入れて食わせるみたいなだと僕思ってるんですけど、さっきまで全然やったとに塩も何も変わってないんですよ。エギをねスローに変えただけなんですよ。この違いカラーじゃないもんね。絶対ケムラも使ってたんで、この沈下速度とエギの角度がいいんでしょうね。アジングしていい？あと一杯釣ったらアジングしますからね、約束ですよ。はい、あと一杯釣ったらねアジングができるということでね。11時前ね、ここからあと一杯までどんだけかかるのか、時間が。こう真向かいの堤防に釣り人がいるんでね、恥ずかしいんですよ。自分シャイなんで。あ、プーが出ます。プーが出ちゃいます。3、2。あ、堤防の人に聞かれちゃったよ、恥ずかしい。自分シャイなんで。こうイカ浮いてきてたんですよ。エギ投げたらもうめちゃめちゃ逃げてましたね。釣れてましたね。来ました。皆さんかなり時間かかりましたけど来ましたよ。あ、お湯合わせして
またスローですよ、これスローに変えて2投目かな。ずっとダートマスター投げてたんですけど、んちょっと良くないこれサイズ。あ、バレた。What the fuck? 炸裂してますよ今日ロングキャストのスロー。もう帰ろうかなしよった。実は寒くなってきたな。釣り人もおらんくなった。誰も孤独やし。超エモくね。やばい、疲れがやばいです。おいしょい。疲れてない。これはちょっといいかも。もう一回ぐらい。さあ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 立ちましょう。医者は逃がしませんよ。もう取り込みまではしましょうね。ちゃんとここはもう絶対バレないところにかかってます。しかも両肩、あ、皆さん見てください。来ましたよ。ありがとね。皆さんまたもやスロー。一回バラしてからそこ次のキャストで来ましたね。ちょっと今地合い入ってるかもしれないんで投げてみます。来ましたよ皆さん。来ましたよ。ちょいちょい。イカちゃんだけね、とりあえずスローです。またもやスロー。はい、お疲れ様です。宿に戻ってまいりました。ただいまの時刻1時半。こちらについてお話したいなと思いまして、ヨーズリね、ロングキャストのスロー軽ムラカラーになるんですけど、今日の夕まずめから、まあ、今までエギングやったんですけど、普段使ってるねダートマスターとかさ、アオリキュ、まあ、ノーマルですよね。全然食いつかないんですよ。これに変えた途端っすよ。何なんでしょうね。スローしか勝たない。初めてかもしんないっす。これ秋で、なんか秋ってイカのスイッチ入れて抱かせてみたいなイメージだったんですけど、なんか違いましたね。イカの状況とかもね、地域によって異なると思うんですけど、ちょっとね長崎でもこれちょっと試してみたいなと思います。はい、ってことでね、今日はねナイトエギングを楽しもうということで、あ、ちょっとでも参考になったよーっていう方いらっしゃいましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバイバイ。